光月城は落ちた。勝久様も鹿之助も死んだぞ。で、あるか。おい、それだけかよ。親父に見捨てられて死んだんだぞ。一時の情に流されて判断を誤れば、犠牲は雨子一党のみでは済まなかっただろう。だからってそんなに簡単に割り切れるもんか。なんでギリギリまで助けようとしねえんだよ。美月、お前には分かるまい。いや、分かったよ。親父がろくでもねえ冷血感だってな。そうやって鹿之助を切り捨てたみたいに、俺の父親も切り捨てたんだろ。お前、信行のこと。親父のこと信じたかったけど、もう無理だ。じゃあな。